第19回バレーボール世界ジュニア女子選手権大会は第19回目のジュニア世代の国際選手権大会である。2017年7月14日から23日までメキシコのベラクルス州コレドバ及びボカデルリオで開催され16カ国が出場した。中華人民共和国が2大会ぶり通算3度目の優勝を飾った。出場国、地域は次の通り。 くじ引き抽選会は2017年6月8日にメキシコのボカデルリオで行われた。開催国のメキシコをプール A の最上位とし、残り7チームを2017年1月現在の FIVB ランキングにより、聖パンタイン方式で組み分けを行った。残り8チームについてはくじ引きとした。うちは FIVB ランキングである。各組の順位は次の順に比較を行う。 勝利数価地点セット率特典率誕生日が1998年1月1日以降であること。試合開始時刻はすべて中部夏、時間試合会場はすべてアレーナコルドバ。試合会場はすべてアレーナコルドバ。試合会場はすべてアレーナベラクルス。試合会場はすべてアレーナベラクルス。試合開始時刻はすべて中部夏、時間試合会場はすべてアレーナコルドバ。 試合会場はすべてアレーナ・コルドバ。試合会場はすべてアレーナ・ベラクルス。試合会場はすべてアレーナ・ベラクルス。試合開始時刻はすべて中部夏。時間試合会場はすべてアレーナ・ベラクルス。トーナメント表15位決定戦13位。決定戦トーナメント表示合会場はすべてアレーナ・ベラクルス。11位決定戦9位。決定戦トーナメント表示合会場はすべてアレーナベラクルス アレーナコルドバ。7位決定戦5位。決定戦トーナメント表示合会場はすべて、アレーナコルドバ。準決勝3位決定戦決勝。ありがとうございます。